こんにちは、シーバードです。今回はエフェクターの紹介で DOD のエッジ FX87 をご紹介させていただきます。今回もですね、千葉県船橋市にある千葉管楽器さんからこちらのエフェクターお借りいたしました。これ非常に珍しいエフェクターなんですけれども、僕も初めて見ました。聞くところによると、コンプレックス時代の布袋さんが使用していたということで、結構プレミアがついて有名になったエフェクターだそうです。まあ、その名の通りですね、エッジというところで、まあ、尖り具合を調整するようなエフェクターになってると思うんですけれども、つまみがこの一つだけなんですよね。プロセスというふうに書いております。このつまみ一つでどれぐらい音が変わってくるのかっていうのを今回試させていただこうと思うんですけれども、まあ、クリーンな感じのカッティングとクランチ系のカッティングで試していきたいと思います。